して矢の的中を祈願し、本気を高く投げ上げて場を通り抜けながら、やぶさめ開始の合図をする儀式でございます。馬は川の下流の方から上流へかけてきます。寄せ抜けを行いますのは大曲雄一さんです。前の木も無事に終わり、やぶさめを奉納する準備が整いました。これよりやぶさめを奉納します。やぶさめを奉納しますのは5名のいてでございます。まず1人目のいてをご紹介します。1番手野田優香さん、竹尾やぶさめ東部会所属、柔道で培った体の柔らかさを生かしたやぶさめを披露します。それでは1人目野田さん、お願いします。野田さん、ありがとうございました。続いて2人目の移転をご紹介します。2番手岩瀬葉月さん、竹尾やぶさめ東部会所属、10代ながら毎年の竹尾やぶさめで奉納、大人顔負けのやぶさめを披露いたします。それでは岩瀬葉月さん、お願いします。
して3人目の射手をご紹介します。3番手大曲雄一さん、竹尾役染め東部会所属、おととし昨年と竹尾役染めでは1番の大役でもある火の子供の大役を果たしました。2児の父でもあり若手の先導役を立派に果たします。それでは大曲雄一さんお願いします。大曲さん、ありがとうございました。続いて4人目の射手をご紹介します。4番手東島智樹さん、葉隠れ新星流やぶさめ所属、招待射手としての披露です。佐賀県下のあらゆる神社でやぶさめの奉納を行い、その迫力技術は一見の価値ありと言わしめる流派の門徒の方です。長崎やぶさめ保存会代表の後輩にあたります。それでは東島さんお願いします。ありがとうございました。皆様やぶさめの奉納もいよいよ次で最後でございます。トリを務めます5人目の射手をご紹介します。5番手本田達也さん、長崎やぶさめ保存会の代表を務めています。葉隠れ新星流に長年所属した土地、生まれ育った長崎の地でやぶさめの素晴らしさを多くの方々へ知ってもらいたいと、長崎市、諫早市、長崎県下一円で活動してきました。春のやぶさめ奉納の鳥を務めさせていただきます。それでは本田達也さんお願いします。
的中。これをもちまして、やぶさめの本堂はすべて終わりました。それでは引き続き、このやぶさめ本堂の納めとして、白鷺の舞を行います。白鷺の舞は、やぶさめ本堂の終わりに馬が連なって馬場を駆け抜ける儀式で、途中から射手が手綱から手を離して両手を左右に広げる所作を行います。やぶさめ奉納が終わったことを皆様と分かち合いたいと思いますので、ご参集の皆様方におかれましては盛大な拍手を持って見守っていただきますようにお願いを申し上げます。それでは間もなく白鷺の舞が始まります。ご協力ありがとうございました。これをもちましてやぶさめ奉納のすべてを取り納めいたします。それでは引き続きこれよりやぶさめ体験会を行います。対象は子どもたちを優先としていますが、大人の方もやぶさめ体験をすることができます。二度間と三度間との間にやぶさめ体験会の受付を設けますので、そちらで受付をお願いいたします。受付は前日中となります。受付が済みましたら整理券をお渡しいたします。整理券順番をご案内いたしますので、順番にお待ちください。やぶさめ体験会は